はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7では続きをやっていきましょう。マーガレットを倒してランタンを手に入れましたので、目的の旧館2階ランタンの仕掛けを解く、これを進めていきたいと思います。でまた例によってアイテムがいっぱいになっているので、分離剤は預ける、固形燃料も預ける、でランタンは持っていくでしょ。でバーナーの燃料も一応持っておいて、薬液系は一旦全部預けて、でボックスの中どんだけある。ハンドガンのね、弾をね使い切っちゃったからね。マーガレットの屋敷で取れなかったアイテムがあるんで、それを補充しつつやっぱり行きますか。あとヒットポイントも減ってはいるんだけど、ハーブもありましたよね、取れなかったハーブが。キーピックはちょっと開けちゃおう。こんなものかな。あとはちょっとマーガレットハウスで取れなかったアイテムを補充しつつ、旧館へ戻りたいと思いますので、じゃあちょっと挨拶してから行きますか。これ行ってきまーす。これどっちから行けばいいんだ。そうか、マーガレットハウス行くからこっちから行って、で穴で戻るか。穴とかあんまりさ通りたくないんだけどね。上のところにキーピックがあったので、まずはここのキーピックを取りましょう。カチャカチャカチャと。キーピックっていうのはあるけどさ、よく開けられるよねキーピックで。お、上位弾だ、やったね。グレネードランチャーもそろそろ持ってった方がいいのかな。グレネードランチャーあればもうちょっとマーガレットとか楽だったのかもしれないけど、まあただね、弾がね、いかんせんもったいないといえばもったいないんで。で上に行って、そうそうそう、このハーブが取れなかったんでハーブを取って、これは即使いましょう。で緑に戻ったと。やっぱりちょっと緑でいるっていうのがね、一つ安心材料ではありますよね。黄色のままだといかんせん食らった時に死んじゃいそうで怖いと。でこれがハンドガン15個か、結構あるね。でハンドガンの弾は、じゃあちょっとハンドガンに持ち替えて調べちったよ普通にこれで装備すればいいんだ。で弾を補充しておきましょう。競争弾とかにした方がいいかな。あれ、あと取ってないのってどれだっけ。あんまりここでね時間食っても、無駄なんで、下に降りて、これモンハンみたいにさピーって飛び降りられないのかな。あとそう、動画ね見返しててね思ったんですけど、ここ精神安定剤1回目は取ったけど2回目取ってなかったっすね。まあこんなものかな。バイオハザードはね、わりかし動画を見返すんで、あ、これ撮ってなかったやとかっていうのがね、後で分かったりします。ただ空きがちょっと減っちゃってるから、精神安定剤と上位弾の弾、これを1回預けて、まずは、これでただいまと。で、ジョイダの弾預けて、精神安定剤も、1個あんのか。どうしようかな。使っちゃう？でもな、いや、預けとこう。で、2つ空いたから、1、2、3、4。4も空いてますね。で、またちょっと行ってきまーすと。よし。じゃあ、休館に戻りましょう。ここ、マジ何往復してるんだ、本当に。ここいいんだよね、これで。もう嫌だな、本当に。これさ、でもさ、今、ライトつけたけどさ、普段は何、ライトつけてないの？今、なんかライトつけた感じがしたよね。なんか暗いところに入ると、ライトとかつけ出すんだよね。でもまあ、ライトとかってね、電池が必要だから、やっぱり電池切れたら一巻の終わりだからね、こういうとこで。予備電池とか、持ってないはずだから。ちょっと歩いていこう怖いからあんまりまだね走り回れる感じではない。でここに出て、あ、おお、びっくりした。
消したのか。勝手に消すなよ。で、ここに来て、で、ランタンを手に入れたってことは、またなんかね、フラグ的なものが立ってそうなんだけど、これ何なの、こういう音。大丈夫？こういう虫とかもさ、この虫って何、ずっとここにいるの？ちょっと待って、一応大丈夫か。じゃあランタン使いましょう。おちょっと怖い。これは先に進む？地図。開けて、結構長くない？しかもさ、何一番奥のさ、これ監禁部屋ってさ、超嫌なんだよ。汚染部屋とかさ、何それ、やだ、マジ超嫌だ。何これ、結構、ほら、何、ワニのあれか、ぬいぐるみか。ここは何、子供部屋の前。よし、声から閉めよう、ガチャッと。で、ここは完全に明かりがないね。明かりをつけたのか。で一応こういうとこちょっと、探していこう、なんかないかな。で、子供部屋にさ、ハンドガンの弾とかあったら、それも怖いよね。お前、何ハンドガンの弾持ち歩いてんだよみたいな。これはもしかしてキーピック？あ、ではない。特に入ってはないね。ん？それで？こっちか。ちょっと待って！何？なんか来る？これ何の音なの？暗。ちょっと明るく照らしてから行こう。まだなんかあるよ、これ。いや、すっげえやだ。ぬいぐるみ系が多いね。あ、なんかしてる。うわー、なんて書いてあんの？マイファミリー？マイファミリー。エブリンか。エブリンが書いたのか。エブリンはきっと家族が欲しかった。なるほど、そういうことか。家族が欲しくて、今きっとその家族を増やしてるんだ。で、俺もそのターゲット、ん？なんかどうした今。これさ、自分の足音なのかさ、なんか、わけわからない人の足音なのかっていうのがわかんないんだよね。靴がいっぱいだ。靴ってさ、まあ、アメリカはさ、そういえばさ、土足だからさ、靴ってこういうところにしまうのか。え、なに？風の音これ。うんうんなってる感じがするけど。アイテムらしきものは特に見当たらないか。あー、ソファー。ん？これは？開けられる。うわはは、これ何？ぬいぐるみ？なんか入ってる？違う、これ閉めんのか。この閉める用の丸ボタンとね。あ、なんかある？これ何の絵？エブリンさ、ちょっと絵下手な、下手じゃね？まあ俺も人のこと言えないけど、絵下手なんで、美術の成績とか悪かったから。そしたらちょっともっとさ、分かりやすい絵を描いてほしいよね。なんで揺れてんのこれ。あ、そっか。これってさ、永遠に揺れるの。ん？ん？何？いいよね。調べられる。なんか入ってる？特にないか。よし、行くか。これは？またさっき普通の部屋か。なんてちょっと空いてるし。こういうとことか。こういうとことか。アイテムはない。ん？あ、なんだあれか。ランタンがあったところが光ってんのか。え？なんなの汚染部屋って。超嫌なんだけど。あー！ヘドロがある。これ危険だな。こ
これ危険だよ。こんなとこ暗いところで襲撃されたら。待て。何？何なの？何の音なの？マジで。すげえガチャガチャいってるよ。いや一応ショットガンがあるからさ、多少の敵は多分大丈夫だと思うけど、これグレネード持ってきた方がよかったかな。ちょっと待って、この先、なんか置いてあるけどさ、これあれ見れない、取れない。あ、取れた。彼女に何かが起きている。これは誰が書いたんだ。まあ、それなりの字のうまさだね。ミヤが書いたのかな。なんだろう。石仮面が置いてある。石仮面で人間をやめたのかな。私は人間をやめるぞミヤーみたいな感じでかぶって、この家に異変が起きたと。よし、先行こう。クラ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 。え、この懐中電灯さ、もうちょっと光の強いやつを持ってきてもらいたかったけど。で、これさ、なんなん、え、暗い。こっちに来ないで。なんで暗くなったの。いや、でも行くしかないでしょ。はーいって言いたいけどさ、帰りまーすって言いたいけど。少女か。これは？ん？暗い。監禁部屋か。いや、マジで暗いよ、これ。ここ。うおー、マジか。助けに来たぜ、おじさんが。いや、めっちゃ暗いんだけど、本当に。これはベッド？これ何？よくわからん。ここを調べる。後ろ？なんでさ、扉閉まるの本当遅くないか？これ何？なんかあるね。ん？中に、なんか入ってる。何も書いてない。え？どういうことこれ。ああ、ここに何かあるよ的な。これかな。え、多分そうだよね。これここの部屋のことを示してるよね。ん？なんだ、ちょっともう一回見よう。わからん。だってこのさ、右上に書いてあるのこの家のことだよね。で、真ん中にベッドみたいなのがあって、それの真ん中。まずこれを正面にして、ここ、え、なんかある。かといってね、拳銃とかもね。ここ亀裂が入ってる。これ亀裂が入ってんね。あ、切れ裂いてんね、これだ。おお、やだ、明るい、やったー。ちょっと怖い部屋だけど、どっちかっていうと明るい。内装は怖いけど明るい方がなんかいいな。やっぱ明かりだな、人間に必要なのは明かりだ。なんかある。こいつ何、お、これが何、腕もしや。 D 型被検体、てか D 型被検体って何なのそもそも。え、ちょっと待って、これ取ると絶対やばいぞ。うわ、マジかよ。多分これだな。うわ、いや、こいつ動きつか、ちょっと。ん？なんか音がしてるよ。え、大丈夫？マジ、この D 型被検体さん何なの？D 型被検体がここに監禁されてたってこと？え、ちょ
ちょ帰りたくね、ちょっと絶対これさ、帰り道、帰り道やばいよ。こっからまず、うん、オートセーブが入った。左上にオートセーブが入ったよ。何この音。ちょっと待って、マジで何行く。うわっ、こんな野郎、もう一発か。くそー、うん、まだいる。うわー、来るか、こいつもさ、おらやばい、ショットガンを。暗い中の戦闘は結構厳しいんだよね。地図を確認しながら、ここのね、通路がいかんせん暗すぎるんだよな。どっちだっけ、こっちか。体力は黄色。それでここか。あ、そっかそっか、開いてんだ。暗い。あ、ここか。おせんべいからやつが来たんだな。うん、来た。ほら、弾を補充しよう。ん、まだ生きてる、まだ生きてるか。やっぱショットガンはね、至近距離で叩き込まないといけないから。ん、まだいる、大丈夫か。うわ、でこっちで、どっちだ、こっちだ。で、これもやばい、絶対やばい。ちょっとなんかあったけど、なんだっけこれ。あ、そうだ、何も入ってないんだ。でもうね、とにかくね、暗いんだよ。これなんだっけ、違う、もう関係ない。見た、はいはいはい、音するね。いるか、おら。ちょ、ちょ、待って。後ろはいない。ショットガンの弾が2プラス10か。ハーブを使いたい気がするけどな。ハーブで黄色から緑にしてるから、一発でも食らうとすぐあれだね。あれって D 型被験体の腕を取ったからどうすんだっけ。あれだ、そうだ。おお、びっくりした、なんだよ、戻ろうとしたのに。取ろう。腕はあった。ああ、見つけたよ。本当にこれで血清を作れるのか。大丈夫、血清を作ったらここから逃げよう。一緒にトレーラーで待ってるよ。わかった、よし、じゃあ行くか。トレーラーね。え、これトレーラーどうやって戻った方がいいかな。このさ、穴を通って戻るのか、なんか普通に戻るのか、どうしようかな。普通に戻るか。なんか穴とかさ、怖いからね、だってうわ、この帰り道とかも絶対嫌だ。もう行こう。ここはもうダッシュしよう。で、ここが閉まってるとかそういうのないよね。よし。もう、あれ、暗いけど。走ろう。もうとにかくこれはダッシュだ。もうダッシュ。ここでは敵は出てこないかな、この広い中庭は。おお、虫にはうんざり。え、なんでここでトレーラー。てかさ、ゾイとかいるの。お、電話。なんでこいつずっと電話なの。おい、どこにいるんだ。いや、まあいい。あとはお前が持ってる頭だ。これでミアが助かるんだろう。じゃあ、相棒。お前か。お前に教えといてやるよ。ゾイのやつはな、今ちょっくらお休み中なんだ。ミアと一緒に俺んとこにいるからな。まあ、そう心配すんなって、二人とも仲良くやってるぞ。今すぐ二人を離せ。どうするつもりだ。そんなこと教えねえよ。そいつは俺たち家族の問題
でお前には関係ねえことだからな。わかんだろ？わからん。いいか、この頭が欲しいなら俺んとこまで来てみろよ。そしたらくれてやってもいいぜ。ただその前にお前にやってもらうぞ。ちょっとしたゲームをな、お前のために考えてやったんだよ。俺のために考えてくれたのか。ああそうだ、ワクワクするだろ。そう焦んなって、ゆっくり楽しませてやるからよ。まず最初にやることを言うぞ。相棒、そのトレーラーの冷蔵庫の中に何が入ってるか見てみろ。ふざけやがって。おいおい、なんだよ、しらけさせんのか。もっとゲームを楽しませ。いいから、とっとと冷蔵庫見やがれ。なんだよ冷蔵庫って。ここは安息の地じゃないのだって。まあいいや、ちょっと冷蔵庫開けるか。ん？あ、なんか入ってるね。あ、なんか写真が入ってるのか。あ、これ警官じゃん。警官×で、地下の解体室でポリコーが待ってるぜ。あー、なるほどね。そういうことか。ここで警官の出番か。あの時は何もなかったからね、警官。とりあえず閉めとこう。じゃあちょっとこれはパクられてないよな。よし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 、安心した安心した。これパクられてたらもうじゃああいつぶっ殺しに行くとこだったけど。まあそんな気力はないけどね。まあとりあえずこれが、まだ無事だったんでよしとしましょう。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回は、この目的ですね。ルーカスから血清の素材を取り戻す、解体室で、保安官補佐の死体を探すというところで、まあこれは多分吊るしてあったところでいいと思うので、次回はそっちへ向かいたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。で、今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとね、あのパスポートを見て確認してみました。で、そうするとこんな感じになってましたね。